出発の際少し揺れますのでお足元ご注意ください。あ、来た。すげえな、元気やな。どっちかい。それでは出発いたします。本日は琵琶湖バレエご来場いただきまして誠にありがとうございました。これより三陸駅までおよそ5分でご案内いたします。まもなく1本目の支柱を通過いたします。前方にご乗車のお客様、ふわりと浮く感覚がするかもしれません。足元お気をつけください。頂上から降りめっちゃ急じゃないこれ。本日はお天気もよく琵琶湖もはっきりとご覧いただけます。秋の雨上がりなど視界がとてもいい時には進行方向右手、比叡山の右側奥に阿部のハルカスが見えることもございます。では周りの景色を順にご案内してまいります。進行方向に向かって左手の島、二こぶの島は沖島です。沖島にはおよそ300人の方が住んでいらっしゃいます。淡水湖に人が住む島は日本ではここだけとなっております。琵琶湖には4つの島があり、沖島が一番大きな島で小学校や郵便局もございます。また進行方向に向かって右側、琵琶湖の右側見ていただくと琵琶湖大橋ご覧いただけます。橋のかかっているあたりが琵琶湖が一番狭くなっているところで、対岸までは約 1.35km となっております。まもなく2本目の支柱を通過いたします。まもなく中間地点です。進行方向左手、上りロープウェイとすれ違います。いや、この反対側に行く、で続いてご案内いたします。琵琶湖面を見ていただくと湖岸に沿って矢印のようなものが並んでおります。これは琵琶湖にしかない伝統漁法で、定置網漁のエリというものです。エリでは鮎、ワカサギ、ニゴロブナ、モロコなど漁をされています。目の前に広がります琵琶湖は滋賀県の中央に位置し、県全体の面積の約6分の1を占めています。大きさは淡路島とほぼ同じ。琵琶湖の方が少し大きく670平方キロメートル、周囲は235キロメートルです。まもなく最後の支柱を通過いたします。本日お越しいただいた琵琶湖バレエは年間を通して営業いたしております。夏休みの頃にはデイリリーの花が次々に咲き見頃を迎えます。秋には紅葉もお楽しみいただけます。季節ごとにイベントもございます。皆様のまたのご来場をお待ちいたしております。三陸駅隣ローカルマーケットでは地元名産品、地酒、お菓子など取り揃えております。この機会にぜひお立ち寄りくださいませ。お待たせいたしました。まもなく三陸駅到着です。
折れ口は進行方向に向かって左側です。お忘れ物のないようご注意ください。これより両側からホームが降りてまいります。ホームが降りる際足元を強く揺れること